YouTube をご覧の皆さん、朝までアニソンお聞きの皆さん、ヤッホー !FMO 朝までアニソンの DJ 彩羽まやでーすということでね、私は今一ライブ終えてまいりました。このハッピーをね、アイマスのこのナムコプロのあのアニメイト限定ステラステージ予約特典のハッピーを着ながらですね、こちらアイドルマスターニューイヤーライブ初星演舞について、語りまくりましたけれどもね、ちょっとあの興奮しすぎて本当にあの何言ってるかわけわかんないし、同じこと何回も言っちゃったなと思って、ちょっともっと語りたいことがあった私にはっていうことでね、今、ご覧のようにトップについて語りすぎて泣き晴らしてる目でお届けしておりますけれども、今日はね、実は2018年一発目の収録日です。今年も頑張っていきたいと思いますということで、今日はねあれですよ、2018年一発目だから梶本さんも出てくれると思いますよ。私はそう思う。今年もよろしくお願いします。やっぱ挨拶って大切ですからね、挨拶って大切なんですよね、梶本さん今年もよろしくお願いします。あ、すっごい向こうに向かってすっごい頭下げてる。今年もいい年にしましょう。すごい。いや本当に梶本さんがね、優しすぎて30分35分ぐらいアイマスについて語っちゃった、ね、今年もアイマスですよ、アイマス。あ、それには反応しないですね。こちらのアイマギさんも映ってる。パ、プロデューサーの淡路さん、はい、今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。そう、あの朝までにオンエアは先週あったんですけどね、はい、今日が初めてで、そうですね、はい、あの2018年の収録は、はい、初ということでね、はい、皆さん今年もよろしくお願いします。お願いします。だいぶ泣いてましたけど、いやもうね最高です。アイドルマスターは最高です。いや今回はちょっと泣いた理由がね、曲について泣いたんですけど、はい、本当はもっと本当に語りたいことがあったし、はい、語らなきゃいけない部分があったんですけど、ちょっと興奮しすぎていつも何言ってるか分かんなくなっちゃうんですよね。あ、だいぶ思い伝わってきたんでよかったですよ。僕ね収録始まって今日20分30分ぐらいのところで入ったんですけど、まずパッと彩羽さん見た時もう号泣してて、あ、この番組もう終わるんですかって聞いちゃいました。クライマックス感すごいですけど。そうですよね。多分朝までアニソンがもしね終わりますってなって、はい、一番最後の日より泣いてると思います。もう多分あまりにもワンワン泣いてたんで。そうなんですよ、ちょっと今回は曲の歌詞が秀逸すぎてね、それに気づいちゃったがために、はい、ライブの喜びとライブへの思いだけじゃなく、はい、反響がすごいですね。あ、すごい、何これ。あ、朝までアニソンのちょっと待ってくださいね、今あの多分梶本さんがつぶやいてくれたんですかね、これ朝までアニソンのツイッター現在収録中、やっぱり会います語り中に対しての、あ、コメントが来てる。わざわざ8匹来て頑張ってるよね。チャミさん収録中だ。あ、そうなんです、ありがとうございます、つぶやいていただいてね。格好が気合がオーラがって書かれてる。すごい、あ、号泣に関しても来てますよ。泣くのは想定内。面白いですね。いいね、めっちゃ来てる、ありがたいですね。めっちゃされてます、めっちゃ泣いてますもん。ほら、いやもう本当に超晴れてる。もう本当にね、いや今回はでもあの本当ライブについても語って泣きたかったんですけど、曲について語って泣いちゃって、はいはい、いやいいんですよ本当に、聴いてください、トップという曲を。わ、はい、かりました。いやこれはね、はい、あのラブライバーでも伝わるものがあると思います。まあね、うん、確かにあると思う。なんかね多分思いみたいのがね、うん、ちゃんとあってね、あるから、うん、そうなんです、ね、いいんですよ。びっくりマークが13個あってみたいなね、13個あってみたいな、ねね、そうで反対から見るとアイドルに見えてみたいなね。そうすごいめっちゃ覚えてくれてる。リサーチ済みですか、ちゃんと。ありがとうございます。その通りございます。いやいいわ、トップの P はプロデューサーの P ね、 O は音の仕方でさ、 T は高木社長、これで全部なんです、全員が揃ってる、すごい曲だねって言ってます本当に、ね、
ですよ。あ、いいですわ。アイドルマスターじゃないわ、ラブライブの調子はどうですか、はい、ラブライブですか、あのサンシャイン調子いいですよ。いや、サンシャインが、まあ、2期終わりまして、なんとあの劇場版もね、そうか、決まりまして、決まりました、おめでとうございます。すごい、そう、それをね、めちゃくちゃいろんな方に言われて、そう、そう、いや、めっちゃ楽しみですよ、またアクア見られるなんて、ね、そうで戻ってくる、そう、2期でだいぶ話としては、まあ、一区切りみたいな感じなんですよ、3年生も卒業してそれぞれの道に行ったしみたいな感じなんで、こっからどう進めていくのかなっていう話を、確かに、そう、でもなんかアクアっていうグループが3年生卒業してから、じゃあどうしようみたいな話ってまだ出てないんですよ、作中の中で、ね、続けていくのか、はいはいはい、ね、区切りにするのかみたいな、そっか、その先が、そうそう、だからもしかしてそういう部分に触れていくようなストーリーになるんじゃないかなって思うと、いや、期待が高まりますね。そう、でもね、ちょっと怖い、やっぱりそれでさ、あ、終わっちゃうかもみたいな、どうなるのかなみたいな、でも分かんないですよ、それはまたアクアが一区切りつくだけで、またラブライブ、はい、なんだろう、ラブライブ、あの、なんだろう、はい、あの、ボルケーノ、そう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 、ボルケーノ、ラブライブボルケーノみたいな、ね、みたいなのがエターナルみたいなのが、そう、出てくるかもわかんないですね。いや、そう、でもなんかアイドルとしては、そうですよね、新しい子ではなくて、ね、今のメンバー、いや、わかるわかるわかる、その気持ち、その気持ちわかるよ、ミューズとアクアでみたいな、そうそう、もうやっぱナムコプロなんですよ、私は、だからそういうことですよね、そう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 、あー、わかる、あとポップテピピック見ましたよ、あ、見ました、あの、クソアニメでした、クソアニメだったでしょ、怒った、怒ったやつ、怒ってないよ、怒ってないよ、よかったでしょうね、面白かったです、クソアニメ、ね、あんたの名はってね。そう、面白かったです、最初ほんと違う、あれ違うアニメ見ちゃったっけと思って、で D アニメで見てるんで、あの D アニメって上にタイトルが出るんですよ、はいはいはい、ポプテピピックって出てる状態で、下にの画面にアニメが出てて、最初あれなんか違うアニメ始まったなって思って、星色ガールドロップっていう、そうそうそう、しかも上坂すみれさんとかさ、めっちゃすごい声優さん起用してると思って、で上見たらポプテピピックだし、あれ違うなと思ってて、見たらポプテピピックでした、しかもじゃあアイマス P がデュエット、そう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 、デュエット、デュエットしてた、そうなんですよ、ね、うん、面白い、赤羽さんと竹内さんが、そう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 、ね、あの2人が出てきちゃったからってざわつくっていうね、そう、あのツイッター内めっちゃざわついてました、ねえ、この2人会って、次回からどうするんだろうってすごい気になりますよ ね、でもまあまたパクリネタをいっぱい出すんじゃないですか。いや、ほんと心配で見ちゃうアニメですね、これから先がね、だって A パート15分やって、同じものを B パートでも声優変えてやるっていう、めっちゃなんかあれ、そんなのないでしょ、エンドレスエイトかなこれみたいなね、来週も同じの違う声でやるんじゃないかなぐらいの感じで心配がありますけどね、すごい楽しみです、楽しみです、斬新なアニメ、なんかおそ松さん以来の衝撃でした、あ、確かにあのパロディの感じとかね、そう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 、おそ松さんも最初ね、歌ぶりのそう、あれだって DVD にもできないんでしょ、 あれ奇跡の1話なんでしょ、そうそうそう、ポプテピピックもできるのかって思いますよ ね、 ね、あの君の名はのパロディとか、いや、ほとんどだって曲が全然全然そう、 DGM あれちょっと、ね、ちょっと やばいですよね、ちょっと半音下げただけみたいな、そうそうそう、トトロとかもなんかね、あのモザイクかかってるけど完全トトロだし、そうそうそう、まあ、面白かったです、面白かったです、はい、これからも楽しみです、はい、今期のアニメも頑張ってみたいと思います、また淡路さん、はい、なんかいろいろ喋ってください、ぜひよろしくお願いします、今期もいろいろ見てるんで、はい、また話しましょう、やったー、はい、さよなら、これはハム太郎ですか、あ、これ違うの、これは響きハムゾーハムゾー、これはね、あの響きがいつもあの連れてるハムスターです、はい、響きちゃんっていうね、ナムコプロの、はい、はい、ハムゾーハム太郎じゃないです。よくハム太郎って言われるけどね、はい、これ会場で買って、会場でめちゃめちゃ売れ残ってたんです、かわいそうに、かわいそう、かわいそうだったから保護しちゃった、確かにファンの方にとってはすごいね、大切なグッズなんだろうけれども、そうそうそう、まあ、パッと見ね、ね、ぬいぐるみ、そのぬいぐるみですからね、そうそう、そうなの、わかんないんでね、わかんないんでね、そうそうそう、そうで、ちょっとなんかハムゾの形がピーナッツみたいでちょっと違うっていう、あそこも可愛いんで買いました、はい、この子です、テチ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 でいいそうですね、テチテチじゃないです、この子なんて鳴くんだろう、ハムゾ、そうですよね、キューとか、ハムトモさん、違う違う違う、ハムトモさん、へけとか言わないから、お腹すきました、ハムトモさん、言いそう言いそう
失礼いたしました。はい、ありがとうございます。それでは梶本さんの後頭部でお別れです。あ、逃げる。梶本さん、梶本さん、へけ、へけ、へけじゃないけど。では失礼します。